アントニオダさんがロイル、ジョバネアントニオダさんがロイル。ジョバネは、正規ルネサンスの建築家、軍事技術者。サンガロ一族の最も傑出した人物であり、ラファエロ・サンティ・ボツボのローマにあって、イタリアルネサンスの理念を継承した主導的、建築家として活躍した。ジョルジョ・バザーリによれば、孫職人、バルトロメオ・ピッコーネ・ディムジェドの子として、フィレンツェに生まれるとされている。ただし、 現在では、アントニオの父親は、アントニオ・コルディアーニであるとするのが通説である。祖父のフランシスコ・ジャンベルティは、建築家。母親は、ジュリアーノ・ダ・サンガロとアントニオ・ダ・サンガロ・イル・ベッキオの妹・ズメラルダである。叔父も当時の結出した建築家であったため、区別するために叔父を、イル・ベッキオ、およいル・ジョバネと呼ぶ。ジュリアーノから建築の指導を受けたが、 彼がフィレンツェに帰郷した後は、ドナトブラマンテに設計製図技師として雇われた。1507年には、サンタマリアディロレート聖堂の建設を託されているが、資金難から工事は進まず、彼の手になる部分は、基礎部分のみである。その他、数帰京、アレッサンドロ・ファルネーゼの依頼によって、ローマのパラッツオ・ファルネーゼの基本計画と、カプラローラのパラッツオ・ファルネーゼ建設を行い、 マルキオンにバルダシーニによるパラッツォバルダシーニの基本計画に携わる。初期の作品として良好な状態で残っているのはバルトロメオ・フェルダティーノによって建設されたピアッツァ・ダメイリアの邸宅である。ブラマンテの死後、レオ・ジュッセイにより主任建築家としてラファエロ・サンティ、ジュリアーノ・ダ・サンガロ、フラジョ・コンドが任命されたが、ジュリアーノはフィレンツェに帰郷。 フラジョコンドがローマを去ったため、彼らの公認としてアントニオは、バチカンのサンピエトロ大聖堂建設に携わった。アントニオは1510年から大聖堂の建設現場に入っていたが、1516年に、ラファエロの半分の報酬を受けるという条件で、正式に建築主任に任命された。しかし、ラファエロとアントニオの折り合いは悪く、このため大聖堂の建設は停滞した。 1520年にラファエロが没するとサンピエトロ大聖堂の主任建築家として任命されバルダッサー・レペルッツェが協力者として召喚された彼の作成したサンピエトロの模型は現在バチカン美術館に収められているがこのデザインは後にミケランジェロの辛辣な非難を浴びているしかしレオ10世の後任となったハドリアノス6世が 芸術を軽蔑試験をしたため、彼の意図した大聖堂の建設は全く進展しなかった。ハドリアノス6世の在位期間、アントニオもそれほど重要ではない建物の改修や改築を行っただけである。教皇にクレメンス7世が選出されると、建築工事も再び活発に行われるようになったが、1527年のローマ略奪により、ローマの建築活動は、 完全に停止した。クレメンス7世は、強行量の防備を急務と考え、アントニオと息子のフランチェスコダ・サンガロを各地に、派遣して、パルマ、ピアチェンツァ、アンコーナなどの城壁、市壁、城塞の改修と、フィレンツェのフォルテッツァが、バッソの建設に当たらせた。クレメンス7世なき後、アレッサンドロ・ファルネーゼが、パウルス3世として即位したため、アントニオは、 ますます重要な仕事を手がけるようになったが、それは、カストロ紙壁の構築やローマ紙壁の再整備といった、主に構造補強や、上塞構築で、技術的、工学的なものが多かった。1531年に、ラファエロの手による、ベルベデーレ東側のロッチアが、構造的欠陥により33メートルにわたって山荘、すべて崩落したため、1546年から、 その補強工事と補修を行った。また、同年、宮殿内部の大改装に着手し、システィーナ礼拝堂の補強やサーラレッジアの建設計画を行った。しかし、晩年のアントニオは、ミケランジェロとことごとく反目し、このため中断された工事も少なくない。また、パラッツオファルネーゼは工事途中で中断されていたが、新たに行われた。 設計競技でアントニオの計画案は採用されず、ミケランジェロの案が採用された。さらに、サンピエトロ大聖堂の建築家として、ヤーコポ・メリギーノが加わって、アントニオの報酬は半減することになった。彼のデザインは、すでに指示されなくなっていたようであるが、熱病を患って、テルニで没した後、遺体はローマに移され、盛大な葬儀が取り行われた。ありがとうございます。